イカズチは、海上自衛隊の護衛艦。メ型護衛艦の7番艦。艦名は、雷に由来する。この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍の雷型駆逐艦、雷、吹雪型駆逐艦、雷、海上自衛隊のイカズチ型護衛艦、イカズチに続き4代目。イカズチは、 中期防衛力整備計画に基づく平成8年度計画4400トン型護衛艦2236号艦として、日立造船舞鶴工場で1998年2月25日に寄港され、1999年6月24日に浸水、2001年3月14日に収益し、第1護衛隊軍第5護衛隊に編入され、横須賀に配備された。 2002年、艦隊平洋合同演習に参加。2003年2月3日から3月28日に、かけて、輸送艦、下北とともに、テロ対策特別措置法に基づく、海上輸送部隊として、太陽国の建設用重機等の輸送任務に、従事した。2003年3月13日、第1号衛隊軍第1号衛隊に編入された。 2005年7月26日、テロ対策特別措置法に基づき、補給艦、浜名と共に、インド洋に派遣、同年11月まで任務に従事し、12月27日に帰国した。この派遣以降は2隻派遣体制となる。同年7月30日、公開された映画、亡国のイージスに、護衛艦、裏風、役で出演する。 2007年4月16日、暴走半島港沖で、護衛艦、霧島、村雨、高波と共に、インド海軍デリー級ミサイル駆逐艦、マイソール等と米印領海軍との初の参加国共同訓練を実施した。同年11月29日、東京ハルミフ島に、中国人民解放軍海軍としては、初の寄港中の駆逐艦、新船の乗組員が訪問する。 2008年3月26日、護衛隊改編により、第1護衛隊軍第5護衛隊に編入された。同年4月20日、新テロ特措法に基づき、補給艦、マシューと共に、インド洋に派遣、同年7月まで任務に従事し、9月4日に帰国した。2009年11月9日、新テロ特措法に基づき、補給艦、マシューと共に、 インド洋に派遣されたが、2010年1月15日に、シンケロ特措法が執行したことに伴い活動が終了し、2010年2月6日に、東京港晴海峡に帰国した。2011年3月16日、編成外により、第1護衛隊軍第1護衛隊に編入された。2012年5月11日、第12次派遣海賊対処行動水上部隊として、 ソマリア沖に向けて、横須賀から出港、領艦となる護衛艦、沢切とは途中で合流し、約3週間後から任務を開始し、同年7月1日には非中院の3、過国共同による護衛編隊が組まれる。8月30日には、アタランタ作戦を実施している、作戦部隊司令官、エンリコ・クレデンディの異海軍少将一行の訪問を受ける。 同年10月25日、横須賀に帰港した。2015年3月18日、第21次派遣海賊対象、行動水上部隊として、護衛艦、村雨と共に、ソマリア沖、アデン湾に向けて、横須賀基地から出港、同年7月まで任務に従事し、その帰国途上の8月19日には、マレーシア西方海域にて、 マレーシア海軍との親善訓練を実施し、8月30日に横須賀に寄港した。2016年5月26日から5月27日に開催される伊勢島サミットの警戒監視のため、護衛艦、出雲等と共に、近所不等に入港した。2018年8月5日、第31次派遣海賊対象、行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾に向けて、 横須賀基地から出港した。2019年1月6日に32次隊の護衛艦、サミダレに任務を引き継ぎ、帰国途上の1月8日には、パキスタンのカラチに帰港し、1月10日にはパキスタン、海軍駆逐艦、タリクと、親善訓練を実施した。1月27日から1月31日まで、フィリピンのマニラに帰港し、同行及び、同周辺海空域において、 フィリピン海軍と、親善行事や C-90 航空機及び、沿岸警備艇、ネストレノの外捜索救難訓練等を、コルベット、エミリオ・ハシントと、戦術運動等の共同訓練を実施した。2月9日、帰国。2020年8月15日から18日にかけて、沖縄南方海空域において、米海軍空母、ロナルド・レーガンほか、 官邸数席と共同訓練を実施した。同年9月7日から10月17日にかけて、加賀とともに、令和2年度インド太平洋方面派遣訓練に参加し、インド太平洋地域の各国海軍等との共同訓練等を実施する。9月13日から17日の間は、南シナ海においてオーストラリア海軍駆逐艦、ホバート、補給艦、シリウスと、 日豪共同訓練を実施。9月24日には、コロンボ港周辺海空域においてスリランカ海軍、哨戒艦、ガジャバフトヒスリランカ共同訓練を、9月26日から28日の間は、インド西方海空域においてインド海軍駆逐艦、チェン内、フリゲート、タルカシュ、補給艦、リパック及び航空機と日印共同訓練を実施した。 10月9日には南シナ海において潜水艦昇竜と対戦戦訓練を10月12日には同海域において米海軍駆逐艦ジョン・エス・マケイン補給艦ティッピカヌーと日米共同訓練を実施した第1護衛隊軍第1護衛隊に所属し提携校は横須賀であるありがとうございます